造船とは船を作ることである。ブリガンティンを作っている船大工たち。船大工の道具。1815年の海学リンカーというプランクを重ねて貼る方法。及びカーベルと呼ばれるプランクを重ねず隙間なく貼る方法の比較。造船について記述しているページ。チャールズ・ナイツ・ピクトリエル・ギャラリー・オブ・アーツ。イングランド。ハイチで建造中の搬送式漁船。講義には、 どのような船を作るのか決める段階から含めて造船とされ新たな技術開発も含まれることがある。一人乗りのボートを作ることも講義には造船と言えるがオールで漕ぐような小さなボートでは単に船を作ると表現することが普通であり、造船といえば通常は乾板を備えるようなある程度以上の大きさの船を作ることを指している。プレジャーボート類や漁船を作ることも 造船と呼ぶ、木造の船、FRP の船、軽金属製の船、鋼鉄製の船、それぞれ作り方は異なっている。木造船の場合、行うことは、基本的に木でできた構造物を作る作業であり、作業内容の多くは木工すなわち大工仕事であり、大まかに言うと、キール、肋骨などの船の骨格を組み、そこにプランクと呼ばれる横板を貼り付ける作業を行う。 ことで局面でできた船底ができる。上面に甲板を作る。そして様々な偽装を行う。歴史が長いのは木造船の造船である。現在でも世界各国で行われている。FRP 船の造船は数十年前から盛んになった。小中型船舶で行われている造船法である。大まかに説明すると、FRP 船の場合基本的には、 設計図に基づいてあらかじめ船の形をしたメス型を作り、そのメス型の中に布状のガラス繊維を配置し、そこにプラスチックを浸透させ固めることで複合材料の船体を作り、メス型から抜く。FRP 船の場合、自動車のようにメーカーが同一のモデルで複数あるいは大量に生産し、それをカタログに掲載したり展示場で展示し、購入者は 出来合いのそれを選んで購入するということも行われている。受注生産で作られる場合もある。中型や大型の鋼鉄製の船舶は21世紀の現在、海運会社などの選手からの注文を受けて造船会社が個別に設計し、建造することが基本となっている。受注から引き渡しまで最短で1年、通常は2から3年かかるため選手側の海運に、 対する将来需要予測だけでなく、造船会社側でも、将来必要とされる機能や装備、性能を選手と共に研究して、実戦の建造に反映させる能力が求められるようになっている。船の大きさと価格は大まかに言うと、指数急数的な関係にある。したがって、金額ベースで造船業の統計を取ると、結果として、大型船の統計が目立つことになる。だが、 造船の数という点では中から小型の船舶も重要である。本記事では小型船から大型船まで総合的に造船を扱う。船は自動車等とは違い受注生産が基本であり、受注から引き渡しまで最低でも1年、通常は2から3年を要する。各造船メーカーは標準的な設計図を持っているが、たとえ連続建造であっても、 全くの同一の船は事実上存在しない。以下は、鋼鉄製大型船舶の工程である。21世紀初頭の現在、鋼鉄製大型船舶の建造は、海や川、湖に面した造船所において行われる。造船に必要な鋼板などの鋼材や偽装に、必要な様々な機械装置や設備類を運び込むのに、都合の良いように陸運や、 海運の要衝に造船所があることが多く、歴史的に製鉄所の大口顧客であったことや、もともと系列会社であったなどの理由で、製鉄所が近くにあることが多い。引き合い基本設計線を組み立てる場所は、以下のようにいくつか種類がある。いずれの場所も、大きな構成のブロックやエンジン等を釣り上げて、設置するための大きなクレーンが備えられている。仙台造船時の仙台は、 水面に対して2から3度程度緩く傾斜した陸上の広い斜面に組み上げられた船の台座のことである。船は通常水面に対して後ろ向きに組み立てられ、船体の完成後はあらかじめ滑るように作られた台座の上を滑走して斜面に続く水面に勢いよく浸水する。後ろ向きに組み立てるのは舵やスクリュープロペラといった弱い都市粒を 船体が浮かびかけた不安定な時に斜面や台座に当てないためである。また、水面が狭い造船所では、船が横向きに組まれて横滑りされる船台もある。浸水式で船が水面に滑り込む派手な光景が人々に喜びを与えるが、大型船はドックで建造されることが多くなり、船台を使った浸水式は減りつつある。ドック完壁の一部を船が収容できるほど、 大きく掘り下げ、水域との境に巨大な障壁を設けることで水を排出して乾いた作業空間を作り出す。この水面より低く、陸より掘り下げられた場所が、ドック、または、管ドックである。ドックは床面が水平なため、傾いた船体より組み立て作業に都合がいい。ドック内で船が組み立てられ、船体が完成すると水が導入されて水面に浮かべられ、 障壁が覗かれると、ドックから外水面へと引き出される。浮き、ドックポーランドの浮きドックでの造船比較的小型の船は浮き、ドック方式によって作られることがある。これは、浮きドック内で建造した船の建造後に、この浮きドックのタンクに注水して沈め、船を浸水させるものである。陸上建造大型船でも、水面より高い陸上で建造した後で、 レールや台車によって岩壁まで水平に移動させ、岸に浮かべたバージに乗せ替えてからこのバージを海に沈めて浸水させる陸上建造工法がある。韓国では2006年に現代重工業が世界で初めてドックを使用せず陸上で建造する陸上建造方式に成功して以来、この方式での造船が行われている陸上建造方式は、 ドックの整備に必要な巨額の設備投資を抑え、激しい需要変動の差に対応することが可能である。米国での造船風景ポーランドでの造船風景公鉄製大型船舶の建造は、すべてが溶接ブロック建造法と言われる方法で建造されている。これは造船所内のブロック組み立て工場で鋼材から、切断、加工、小素率、大組み立ての順を経て、最終的には、 部分的な船体の塊であるブロックをあらかじめ製作し、ドック、または船台で各ブロックをつないで組み立てていく工法である。最も工数がかかり、精度が求められて各種の大型工作機械が必要な工程を屋内のブロック組み立て工場内で行えるため、コンピュータ制御のガスプラズマトーチなどを使った 流れ作業による効率化と管理された環境での再現性のある作業が生む確実性が実現できる方法である大規模な流れ作業であるためドックでのブロックの組み立て作業とは別にブロック組み立て工場では次の船のブロックの製作に書か,かれるドックが一つの場合や二つ以上でも生産量を求める場合には ドック内で完成しつつある船体を少しずつ出口方向へと押し出していき、空いたドック内で次の船の船尾のブロックの組み立てを始めるというセミダンデム工法が取られる。ブロックの段階で配管などの偽装品類も取り付けられることが多い。生産設計と鋼材発注水切り加工。ご組み立てブロック搭載塗装工程造船工程の中での塗装だけを見れば、 以下の工程が行われている。ハンブル力における、浸水の様子重心査定試験軽流運転公開、試運転速力試験操縦性能緊急停止試験、Z 試験はアンカーティスト振動と騒音の計測、引き渡し構成大型船舶の場合、製造原価が大きな額となるため、一般的な契約では契約締結時、寄港時、浸水時、引き渡し時という受注から、 引き渡しまでの節目を基準として4分割して支払いが行われる。分割比率は各契約によって異なることもあるが、金利や為替レートの影響を受けるため、支払いの基準となる節目の時刻は厳密に記録される。戦火の例また、約6100台の自動車を運ぶ大型の自動車、運搬船を3隻作った場合の投資額は合計で150億円程度とみられる。 古代エジプトで作られていた船、古代エジプトの遺物によって、紀元前3000年頃に、すでに骨格にプランクを貼り付ける方法で造船が行われていたことが知られている。和船も参照7世紀から9世紀頃にかけて使用された検討支船の復元日本では630年から894年の間に、十数回、内市に10回ほど、等に向けて、 剣道士の戦団が派遣されたが、この剣道士戦は、瀬戸内海の倉橋島の長戸の津という場所で建造された、とされている。日本では、古くから水上での戦いも行われており、各地に水軍もおり、軍用船も様々なものが作られ続けたが、室町時代後期頃からは、畑船という大型の軍用船も作られた。織田信長は天正四年頃、伊勢島の豪族であり、 水軍を率いた、久喜義隆に命じて、畑船を鉄板で覆った、鉄鋼船を作らせた。劣勢を挽回すべく鉄鋼船を作らせたのだった。1592年、豊臣秀吉は、朝鮮出兵に際し、餃子船として、久喜義隆に命じて、伊勢国の大港で、大型の畑船を建造させた。江戸時代初期には、仙台藩でガレオン船さん、ファン、バウティスタ号が建造された。 これは、スペインの技術、日本の職人たちの職人技、及び日本の材料によって建造された。建造にあたっては、仙台藩とスペイン人のセバスティアン・ビスカイノの間で、契約が結ばれ、マサムネが造船の費用や、船員の補給を負担すること、ビスカイノが船の指揮を取ること、などが定められていた。仙台藩の船奉行として、 秋保頼重と、加藤田地下試験が造船に携わり、幕府の船奉行、向井忠勝もこれに協力し、船の建材は、気船軍、岩井軍、江差し軍、元吉軍から調達された。船の建造には、大工800人、丹野700人、雑役3000人が関わり、45日を要したという。この三ファン、バウティスタ号は、派生。江戸時代に、江戸幕府は、 日本人が船で諸外国へ出かけて交流することを原則禁じた。海外から船が特定の場所にやってくることは認めていたが、日本人が諸外国へ行くことは禁じたのである。とはいえ古代以来、そして江戸時代でも、日本の運送の主力は水運であったわけであり、水運は絶えず行われ、水運のための船の建造も絶えず行われていた。また漁を行うために、 漁船も作られ続けていた。例えば、北前船の基地の一つが、佐渡島の宿根木であり、ここに造船に携わる優秀な船大工や鍛冶屋が集まる集落ができていて、坂に北前船の建造や修繕が行われていた。北前船の復元1853年、江戸末期、若狭湾でかなりの大きさの漁船で、カレーモウと呼ばれる網を海中に入れ、 ほに受けた風の力でそれを引く様子。江戸幕府は日本人が諸外国へ渡航会を行うことを禁止するために海外への渡航を試みた人を処罰し、また概要を航行するのに有利なある種の船の建造に制限を設けた。日本人が諸外国へ渡航会することを防ぐために江戸幕府が採用した施策というのは流骨を備えた大型の船を建造することの禁止である。 流骨とは船体を人体に例えた場合に背骨にあたる部材であり側面の海中から見て海中にしっかりと突き出て海中に食い込んでいるように見える部材のことである沿岸を航行する程度ならば流骨なしの船でも一応安全に航行できるが概要では波や風が強く荒れがちでしっかりした流骨がないと構造的にも脆弱であるし搬送する上でも流骨がないことは 大きな困難が伴う。搬送する上で、流骨は側方への横滑りを防ぎ効力を発生させ、歩で風を受けた力と効力で合力を、海前進方向への水力へ効率的に変換する上で必須である。が備わっており、およそ帆舟で流骨なしの外洋船というのは考えられない。つまり、そういった航行上の工学や事情を理解した上で、江戸幕府は、 その大切な流骨を禁止することで、外洋に乗り出したがる船乗りたちの手足を物理的に縛ったわけである。幕末1800年代前後から黒船が来航するようになった。ジョン万次郎は、土佐の貧しい漁師だったが、漁の最中に遭難し、アメリカの船舶に救助され、アメリカで様々な教育を受けさせてもらう幸運に恵まれたのだが、受けた教育の中には、英語。 数学などといった一般的な科目以外に、米国の一流の公開術や、造船技術なども含まれていた。1851年に、琉球に上陸し、火影6年に、土佐へ帰り、橋脚断機を知るし、土佐藩主、山内陽道や、家臣たち、幕末の志士たちも、万次郎の知識を知ろうと訪問が絶えず、高知城下の藩校、教授官の教授に、後藤昌次郎、 岩崎や太郎なども、万次郎の直接指導を受けたと言われている。万次郎は幕府に招聘され、江戸駅、幕府直参となり江川栄流の下で、翻訳や通訳などの仕事をするだけでなく、造船の指揮も取った。尊能上位を唱える水戸藩が解剖を強く主張。水戸藩主、徳川成明は、腹心の味じ立たて脇に、日本初の西洋式の軍艦とも言われる朝日丸を、 建造させ1855年に浸水、幕府に建造した。しかし、この朝日丸は浸水するときに座礁するなど、当時の日本の船舶建造技術は、まだ不十分であった。江戸幕府の方は、小栗田政の震源により、横須賀に製鉄所及び造船所となる、予定のものの建設に着手したが、その完成を見ないままに、幕府はが開し、明治政府がそれを受け継いだ。 1900年代に建造された初の日本製戦艦、薩摩明治政府は、富国強兵政策、脱亜乳王政策などを取り、小さな国土の島国で、地下資源の乏しい日本が貿易による経済とエネルギー供給を支えたのは、海運業であり造船であった。当時、政省として栄えた、三井財閥や三菱財閥などの大企業が、国策事業として支援を受けながら、 海運と造船業界を成長させた。当時は西欧列強による植民地拡大政策の脅威と帝国主義の時代であったため、国防上海軍の役割は一層重要となった。造船業界は海運業だけでなく軍艦建造でも大きな需要を得た。その後、日本はさらに軍備増強の道を歩み、太平洋戦争に至るまでそうした時代が続いた。 太平洋戦争で日本は保有船舶の大半を喪失したが、戦後、傾斜生産政策や朝鮮戦争での特殊によって、早期に造船業は海運業と共に回復すると共に成長路線に戻り、戦後日本の経済成長を支えた。日本の高度経済成長時代には、造船業は日本の追い上げとまで言われたが、オイルショック以降は伸び悩み、その間に、 中間の2カ国が力をつけてきた。2015年の世界シェアは中国が40%、日本が30%、韓国が20%程度と、東アジア3カ国で90%を占めているため、三国史と形容されている。低迷していた日本の造船業も2000年前後からの世界、貿易増加に伴う船舶不足により息を吹き返し、 高付加価値の船舶を中心に受注が増えている。ただし、同時期に始まった鋼材の高騰により、高騰以前の受注案件がのきなみ利益を確保できない状況であること、典型的な労働集約型産業であるため、2007年問題といった優秀な職工の大量退職への対応も迫られるなど、各社とも苦しい経営を強いられている。また、 2000年代後半のリーマンショック等を契機とする世界的な景気減退と急激な円高ドル安の進行はさらに日本の造船業界の競争力を低下させ2014年には受注残すらなくなるのではないかとする2014年問題も懸念されることとなった日本の造船業界では合併などで生き残りを図るようになったほか2012年末に成立した第二次 安倍内閣がアベノミクスを提唱すると70円台だった。円相場が100円台へ急落し、2013年後半には各社が徐々に競争力を取り戻し、新規受注に成功するなどの動きが見られるようになった。韓国の造船業は2010年代以降、構造不況に陥っているため、相対的に日本の造船業の復権が進んでいる。1972年、 近代的な造船会社として、現代重工業が設立されると、以後、大宇造船海洋やサムスン重工業など、財閥系の造船会社が、次々と設立された。1990年代後半になると受注量で、日本に匹敵し始め、2000年代に入ると、同じく新興勢力として台頭した中華、人民共和国の企業との間で、競合状態となった。 2000年代後半にリーマンショックなどをきっかけに始まった景気減速の波は受注から完成までに時間がかかる造船業界特有のタイムラグをもって2010年代初頭に顕在化した STX 造船海洋などの造船会社が法定管理に追いやられたほか2015年には現代重工業、サムスン重工業、大友造船海洋の韓国造船大手3社が過去 最大の赤字に陥った。2018年現在、関心重工業、STX 造船海洋、上東造船海洋、大韓造船、SPP 造船、大船造船、韓国柳瀬、ヨンス、マステック、サムガン S&C といった中堅造船業は依然として不振に陥っているが、現代重工業、大宇造船海洋、サムスン重工業の上位3メーカーの受注量は、 回復の兆しが見られている。2019年、現代重工業は、大有造船海洋との経営統合を発表。同年5月31日に、臨時株主総会を開催して、承認を得た。ただし、内部の問題として統合後の余剰人員の削減が、避けられないとして、労働組合が強く反発しているほか、外部の問題として、日本や中国、欧州で、 独占禁止法を所証する当局の許可を得る必要があり、長い時間がかかる見込み。日本の造船会社と造船所の一覧を参照造船が盛んに行われている地域は、などがある。使用されない船を除籍して廃船とすることは、解鉄と呼ばれる。詳細は、船舶解体を参照造船の反対に、船体が木造から鉄や鋼などへ変化したことに伴って、 船舶解体の工程が大がかりになっている。日本では大型船の解体は専門業者が行っている。平成以降造船所での解体実績はない。60メートル以上の高船を解体できる業者は国内に6社ある。熊本県八代市、新興商事、北九州市若松区、久屋産業、香川県田土津町、宮所のサルベージなど。 造船の世界では2年公共が続くと船が余り始め、その後7から8年不況が続くというサイクルを繰り返している。2003年から始まった公共は5年ほど続いたが、2008年からの世界的な不況によって造船の市況も一気に崩れた。造船会社では新規造船の受注がない間、社員や設備を遊ばせることを避けて独自に船を作ることがある。 こうして作られた船は、ストックボートと呼ばれ、船主となる販売先が募られる。ストックボートの造船後に船果が上がれば造船所の利益となるが、船果が下がれば損失となる恐れがある。ありがとうございます。